くん、ハイパー無敵。患者の運命は、俺が変える。ハイパー大変身。ドッキーン、チュン、パッカーン、無敵。輝け、流星のごとく。黄金の最強ゲーマー、ハイパー無敵、エグゼード。あいつ、ついにやりやがった。研修医にしては上出来だ。私の設計に狂いはなかった。とんでもねえ野郎が出てきちまったな。たとえ無敵でも、私のポーズには、かなうはずがない。こんにちは、アスムンジャーです。今日は、ハイパー無敵ガシャットを作ります。いつも通り、当然のごとく、テレビくんを使います。こちらは、7月号の32ページです。この前、無敵ゲーマーを切り取ったページです。ちなみにこの前の無敵ゲーマーはちょっと大きすぎたんですけど、今回のハイパー無敵ガシャとはちょっと小さいですね。どのくらい大きくすればいいかというと、だいたいこの幅を合わせて考えると 1.5 倍ぐらいですよね。なのでいつも通りですね、コンビニで50円で拡大コピーをしてきました。こちらですけど、お、幅が楽々モデラーに対してぴったりですよね。 150% でコピーすると多分大丈夫です。とりあえずこれをカッターで切り出します。切り抜きました。どうですね、これ結構ちょうどぴったりでした。あとはここを半分で折って、ここの反対側があればいいですよね。なので今度はここを切り取ります。切り取りました。そしたらここにこれを貼り付ければいいですよね。貼り付けました。これで開けたり閉めたりできますね。今ゲーマードライバーにくっつけるとこんな感じですね。さすがにちょっと固定できないので、ここにですね、ここにくっつくようにちょっと画用紙で箱を作ろうと思います。ラクラクモデラーのゲーマードライバーとこの紙のハイパー無敵ガシャットを定規で測ってなんとか展開図ができました。3センチ3センチですね。そして高さだけ 3.5 センチです。切り取りました。それではこれをこういう風にしてテープで貼っ付けますね。できました。そしたらここにくっつくので、ここが斜めになってるんですよね。あとここに入れる切り込みですね。これを調整しますね。多分ここですね、ここの面を揃えてここに内側の方ですね、これに合うように入れたいですよね。できました。だいたいですね、ここは12ミリですね。ここが12ミリあればだいたい OK です。でこの辺をちょっと折り曲げるとここにはまりますね。ここにここに、ここは斜めですよね。こんな感じですね。で、これに、この無敵ガシャットの方ですね。ここのとこの、ちょうどこの角ですね。この角がここら辺に来るようにすると、だいたいいい感じです。できました。ちょっとこのままだと、ちょっとこの辺が脆いので、これでちょっと補強します。貼っつけました。で、あとここですね、この通るここの部分をちょっとカットしてあります。なのでこれでここに接続できますね。で開け閉めていきます。一応これで完成ですね。どうですね、このままだとこのもうこれもうペラペラですね。これもうどっちにもペラペラなので、これにちょっとテープをこことここにつければいいですよね。くっつけました。これで閉じることもできるし、ちょっと剥がしてこっちのテープでこっちもくっつきますね。できましたね。これあとちょっとここがプラプラするのはここですね。ここにテープをくっつけてここと接続すればいいですよね。くっつけました。ここですね、ここ。くっついてます、ここで。
で、横から見るとこんな風になってますね。完成です。テレビくんのと比較してみても全く同じですね。ちょうどこれピンクと黒になってますね。ここも合ってますよね。いやー、これ今まで作ったハリボテの中では一番時間がかかりましたけど、その分今までで一番出来がいいんじゃないかなと思います。ラクラクモデラーの第5弾の発売情報が全然ありませんけど、大丈夫でしょうかね。まあさすがにここのジョイントがあるんで出ないってことはないと思うんですけど、ちょっと気になりますよね。まだバグルドライバーツバイも出てないですもんね。大丈夫でしょうかね。ちなみにプロトゲーマードライバーと並べるとこんな感じです。せっかくなのでちょっとプロトの方にもですね、念のためちょっとつけてみましょうかね。ここも剥がして、これね、もうセットになっちゃってますけど、おー、これもいいですね。シルバーとゴールド。せっかくなので剥がしてぐちゃぐちゃになったこのシールも貼っときますね。で、こっちの方にはちょっとこれ、こっち、これさせてきますか。おー、あー、こうなるとやっぱりちょっとこのマキシマムのプロトタイプも欲しいですね。これもう一個買いたいんですけどね、今ヨドバシとか見るとなんかキースラッシャーしか余ってないですけど、これ買うのって難しいですかね。これも黒とシルバーにしたらかっこよさそうですよね。これおーっと、これもやばいな、これ。そういえば他のメンバーも使えるみたいですね。ここにこんな風に刺すんですよね。これちょっと入らないな、ここがちょっと、こんな感じですね。これだとかっこ悪いです。ちなみにハイパー無敵ガシャットの音声はバンダイのエグゼードのホームページに詳しく載ってます。そしたらですね、今回はせっかくなので無敵ゲーマーのソフビもちょっと切り抜きますね。こちらは6月中旬発売予定で900円ということです。ちなみに今までのデラックスのソフビも結構900円が多いんですよね。このパラドのファイターゲーマーも、パズルゲーマーもですね。で、ゲームのゾンビゲーマーも900円なんですよね。同じ値段ならこのゴールドのですね、綺麗なゴールド塗ってあって900円だったらこれお得ですよね。デラックスのソフビ全然買ってませんでしたけど、まあこれ金色なんで、これだけ買おうかなってちょっと思いました。聞いておりました。いやー、それにしてもやっぱりこれ綺麗ですよね。これなんですがちょっとちっちゃいんですよね。だから双胴に貼り付けることができないです。こういう時は双胴のスタンドですね、これにこんな風にしとけばいいですよね。これエグゼードのスタンドです。これをゲーマードライバーの隣に置くといい感じですね。いやー、それにしても今回も作ってよかったです。結構満足度が高いです。いやー、完全にやられましたね。ちなみにハイパー無敵ガシャットは2500円なんですよね。ちなみにこのガシャットギアデュアルは2800円だったんですよね。クリアパーツとメッキのパーツがあるのに2500円だったら安い気がしますよね。例えばガンプラですね、昔ガンプラのメッキバージョンとか、まあ、せいぜい高くても 1.5 倍ぐらいの値段だったんですよね。それが今だとなんかもう2倍近くの値段になりますよね。それを考えたらこれが2500円って結構良心的な気がしますね。音声も結構いろいろ入ってるんですよね。まあ、自分はデラックスは買ってなくてゲーマードライバーも持ってませんけど、ちょっとこれだけ買おうかなって思ってしまいますね。というわけでハイパー無敵ガシャットを作ってみたでした。最後まで見てくれてありがとうございます。いろんなおもちゃで遊んだ動画を毎日アップしているので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。